女装ドラァグアイドルロビンソンのそわそわラジオ。この放送は LGBTQ や女装のあれこれをお話しする情報バラエティ番組でございます。はい、さあ、ぐすよー、中華のびら。今日は4月じゃない、はい、間違えて、やばでで ーいつも通り5月の2日ですね。はい、日曜日ね、はい、9時半を回りました。はい、第57回女装ドラァグアイドルロビンソンのそわそわラジオの時間となりました。イエーイ。はいはい、はいはい、そして日曜ゴールデンタイムを彩るのはエラボディ担当インスタ映えのロビンソンと、はい、魅惑のテクニシャン宮城フェスティバルです。あ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見何でも OK、はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp となっています。 Google ではそわそわラジオやロビンソワで検索するといろいろな情報がヒットしますよ。そしてライブ配信も行っており、ツイキャスや YouTube やLINE ライブで見れちゃいます。見逃し配信については YouTube でそわそわチャンネルで検索するとヒットするので、ぜひご覧ください。ください、はいはい、ライブ配信アプリ LINE ライブでは、はい、LINE ライブはアプリをインストールしてお持ちの LINE アカウントでログインして、はい、そわそわライブで検索するとヒットします。 LINE の、タイムラインにも表示されますけど、はい、コメントやいいねはアプリからしかできないので、ぜひログインしてロビン様のフォローをお待ちしております。はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。最後までお楽しみください。はい、お楽しみください。テペロテペロ。はい、あと今日は、はい、番組中盤にこの曲聴いてレッツフェスティバルと曲流すコーナーあるんですけど、生放送中に一応流す曲をリスナーさんから募集するので、はい、21時38分ぐらいまでには、うん、何かこの曲流してほしいとか、はい、送っていただければ流せると思うので、その際にはエピソードとかもあれば、はい、なんかこの曲聴いてた時に何かあったとか、うん、エピソードあれば、うん、添えていただければ採用率が上がる可能性がありますので、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひお待ちしております、はい、お待ちしてます。はい、早速ツイキャスから、はい、3名の方が今覗き見してます。はい、覗き見、はい、あら、なんかパンダ来た。はい、あ、ちゃんおかさん、ちゃんおかさん、はい、こんばんは。こんばんは。ゆるりパンダフレーム、ありがとうございます。ありがとうございます、そして LINE ライブ、はい、LINE ライブが、はい、LINE ライブ今お一人、はい、見てらっしゃいます。ボーダーさんね。ボーダーさん、はい、お邪魔しても全然邪魔じゃないわよ。全然邪魔じゃないわ。もう最後までいて。どんどん来てください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。音声オン？はい。あ、入ってる。というわけで、やってまいり、あ、いや、始めてまいりましょうか。始めてまいりましょうか。はい。今日ね、はい、なんか服装ちょっと違うなって多分思ってるかと思いますけども。なんかね。そう。いつもと今日 T シャツなのよ。派手派手な衣装とはちょっと違じゃなくて、そうそう、そう、今日はね、今日はどうしたんですか。まあ、ここにレインボーカラーが入ってるんですけども、はい、うんうん、今東京レインボーパレードじゃない、はい、プライドプライドプライドウィークということで、うん、それにちなんで今、来てるんですけども、ちょっとその前にね、ごめんなさい、はい、一つクイズ出したっていいかしら。はい、いいですよ、突然。今のうちにクイズ出しといて、はい、番組後半で、はい、回答をするっていうね。あ、なるほど、はい、分かりました、はい、今これは何ていうゲームですか。はーっていうゲーム。はい、分かりました。じゃあやっていきましょう。早速今カードをシャッフルしてるんですけど、はい、ストップで、はい、ストップ。はい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 、はいはい、私に見せてください。はい、はい、これをじゃあロビンソンが言うのかな。私が言う。はい、じゃあお題は A ですね。何かって言ったら、私が A、はい、A を言うんだけど、はい、何を意味しての A なのかっていうのを、うんうん、皆さん、はい、ミヤフェス君に、はい、答えてもらうっていうやつ、はい、いきますね、はい、じゃあうん、じゃあいきますよ、はい、えぇ、
はい、さあ、 あれ読んで、回答っていうか、あ、はい、選択肢、わかりました。選択が、はい、が、A から H まであるんですけど、うん、アルファベットの、膨大な宿題に、告白されて、聞き取れない時の、スピーチの、マジでの、半切れの、パニックの、ということで、まあ、これを聞いてもらった上でもう一度ロビンソアにやってもらいましょうかね。はい。ああ、はい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 。だこれはね、番組の後半で。はい、わかりました。CM 明けでね、やってみましょうか。2つだ、ちょっと自分の中ではこれかなっていうのはありますけど。じゃあこれは自分が持っといていいですか。はい、どうぞ。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、さっきのお話の続きなんですけど、はい、4月の24日の土曜日から、はい、ゴールデンウィークね、うんうん、毎年、はい、うん、東京レインボープライドっていう LGBTQ の日本最大級の、はい、当事者の、まあ、祭典、はい、お祭り、まあ、文化祭みたいなもんですね、うんうんうん、っていうのが毎年この時期やってるんですけど、はい、まあ、去年も今年も、うん、やつのせいで、あの、オンラインということでね、やつめこの野郎、そうなんですよ、はい、うん、普段、まあ、毎年どんなお祭りかって言ったらやっぱりいろんな、はい、たくさんあのスポンサーの協賛の会社が、はい、大手の企業の、はい、ありまして、でその各、ね、あのスポンサー会社、うん、企業さんから出てるグッズがなんと、はい、レインボー、はい、レインボーなグッズがね、あのこの時期に合わせて販売されるんですけど、はいはいはい、それでね、はい、あのミヤフェス君も今日ね、はい、早速一つゲットしてきた。そうなんですよ ね、前回もそのお伝えしたとは思うんですけど、うんうん、ファミリーマートのファミチキの袋と、うんうん、あとスターバックスでコラボしてコーヒー出してますよ、あとチェリオでもからもまあ出してますよということ、コラボ商品出してますよということで、今回チェリオの商品、うんうん、レインボーウォーターっていうのを入手してまいりました。はい、今ね、ラインライブ、ツイキャス、YouTube 見てる方見えると思うけど、そう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 、いろんなね、これ何種類、2、4、6種類か、リンゴ、マンゴー、バナナ、キウイ、ベリー、ブドウということで6種類のフルーツ味が入っております、うん、どうした、結構早く行っちゃったねおお、はい、リンゴ、マンゴー、バナナ、キウイ、ベリー、ブドウですね。やだ、マンゴーとバナナ入ってる、はい、やばみ、え違う、分かんない、ごめんなさい、普通だよごめんなさい、あの 夜23時以降のテンションになっちゃってます、過剰にあれだよ、しすぎだよ、そうね、はい、で、はい、まあ、あのデザインの方もそれに合わせた、うん、まあ、デザインになってるかなと思うんですけど、まあ、あと、かわいいね、後ろの方ですかね、ひまわりの花言葉、あなたは素晴らしいということで、これは共通なのかな、あなたのも書いてる、うんうんうん、ひまわりがね、描かれていて、花びらがレインボーカラーになってる、そう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 、すごい。で、その花言葉の下に書いてるのが、チェリオは一人一人の個性を最大限発揮して輝ける社会の実現を目指していますということで、うん、はい、チェリオさんもまあそういうことで、うんうん、頑張ってますよということで、うん、書いております。このチェリオのさ、ロゴもさ、レインボーカラーなんて可愛いんだけど、はい、あ、そう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 、多分これ違うよね、うんうん、普通はレインボーじゃない、普通赤じゃない、赤だっけ、赤と白ってイメージがある、黒、わかんない、いちいち可愛い、これね、まあ可愛いですねうん、うん、ずっと置いとこう、はい、ずっと置いといてください、はい、で味の方も、うんうん、まあ6種類のフルーツのフレーバーが入ってるんですけど、うん、結構なんか、あ、ブドウ、ベリー、キウイみたいな感じで結構味わえる感じの味になっておりましたね、うんうん、結局なんかこうトロピカルな感じでね、うん、あ、そう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 、マンゴーとかも入っててね、はい、なのでトロピカルな感じがしました、すごく美味しいです、はい、美味しかったです、はい、そして私の、はい、まあ、このシャツなんですけども、はい、まあ、画面見てる方も分かると思うんですが、はい、ここにね、あの、まあ、何名 ?1、2、3、4、5、6 名の6名の方がイラストね、はい、立ってて、それぞれもレインボーカラーになってて、あ、はいはいはい、下に AIG って書かれてるんですけど、うん、あの AIG 損保っていう保険会社が、はい、あのこの保険会社も東京レインボープライドのスポンサー、うん、協賛会社ということでコラボしてまして、うんうんうん、でその会社で独自であのキャンペーンを
やってるんですよ、うんうんうん、あのこの T シャツを着てあのオンラインを楽しみましょうみたいな、はい、で抽選で150名、うん、あのだったんですけど私当たりまして応募して素晴らしいで今日着てきました。はい、はい、こんな感じでね見えるいいね見えるかな、うん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 、そうそうそう、いやあのミヤフェス君もね今日はそのレインボープライドのシャツを着て、はい、参加しております。はい、はい、ということですよ。はい、そしてはいはい、そしてそしてそしてはい、何どうしたどうしたどうした、わかんない、なんか飛んだ私何喋る、あもうそろそろじゃない時間、あそうですね、そろそろなんか来てないか、来てないね、うん、リクエストはなし、だってもう8分ぐらいでしょ、まあね、しょうがないね、うん、はい、じゃあもうこのコーナー行きましょうか、行きましょうか、はい、はい、この曲聴いてレッツフェスティバル、はい、バブバブ、先月ぐらいからね、なんか語呂合わせであの、うん、ちなんだ記念日と、うん、いうことでやってるね、やってるんですけど、うん、もうね、塩素さんの手帳に載ってないやつをっていうので、もう暑いの、うん、暑いのごめんなさい、はい、あ暑い、はい、というわけで、はい、まあ、演奏さんの手帳に載ってないだろうなっていう語呂合わせの記念日をもう毎回選んでるんですけど、はいはい、多分今のところ自分が勝ってるって言ったらいいのか、なんていうの、まあ、演奏さんが当てきれなかったというか、最初だけね、はい、確か何だったかな、最初にガッツの日か、ガッツの日だっけ、ね、うん、当てて、それ以降演奏さん当ててないので、うん、今日も当てられないようにということで、うん、はい、はい、で今日流す曲は、はい、ゴールドワックスさんのカルシウムが足りないって曲なんですよ。はい、これ語呂合わせなんですけど、何かのなので、はい、曲流してる間に、はい、演奏さんとロビンソンにちょっと考えてもらおうかなと思いまして、じゃあそのまま聴いていただきましょうかね、はい、ゴールドワックスさんでカルシウムが足りないです、どうぞ。ロビンソワのソワソワラジオ、はい、というわけで、はい、ゴールドワックスさんでカルシウムが足りないという曲でした。はい、ありがとうございました。はい、イエイエイ、ロビンソワはなんか分かったみたいだね。分かった、はい、ね、はい、LINE ライブからもね、はい、今のライリンさんとおたつさんも、はい、来ていらっしゃってるんですけども、はい、おたつさんから、はい、来てるんですよ、はい、同じ答え私と、はい、ちなみに塩素さんの手帳に載ってます？カルシウムっぽいやつこれかなってありますけど、多分違うの、ある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 の、さすが塩素さんの手帳、おっしゃい歯科医師記念日、歯科医師記念日、あー違いますね、まあ遠回りしてね、遠回りしておう、じゃあ私から言おうかな、はい、5月2日っていうことで、はい、骨、はい、骨骨の語呂合わせにちなんだということで、どうだ演奏さんどうだ乗ってなかったか、はい、というわけで今日はカルシウムの日ということで、はい、骨でカルシウムの日なの、そうそう、カルシウムの日なんだって、カルシウムの日 の日でカルシウムの日っていう名前の記念日なんだって、うん、でその由来が骨で骨の語呂合わせ一なんで、うんうん、日本初のカルシウム錠剤を開発した和田カルシウム製薬株式会社さんが5月2日に記念日を制定しておりますということで、うん、なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、面白かった、 豆知識ですかね、うん、今日当たったから面白かった、あでしょ今日当たったから面白かった、普段当たんないからね、そう、普段は、ね、面白くないの、今日はね、塩素さんがねいつも塩素さんが自慢げに歩いてくる、あそう、塩素さんでも買った気分だから楽しい、今日今日歩いてこなかったから、あれ今日は分からんかったんかなとか思いながらねよかった、満足、俺も楽しかったです、はい、楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ただいまの時刻は、はい、LGBTQ の、まあ、情報バラエティ番組ロビンソワのソワソワラジオを FM コサから生放送でお送りしております、はい、お送りしております、お送りしております、そして、はいはい、さっきのクイズ、おうおお、回答いきましょうか、そうですね、もう一回じゃあ、もう一度ですけど、はい、答えっていうか、まず私が選択肢、あそうだね、え、はい、何の A か、何の A か当ててくださいっていうことなんですけど、はい、うん、私の A はね、
ってやつ。はい。で、選択肢が、選択肢が一個一個もう一回言ってみて。はい、A がアルファベットの A。うん。B が膨大な宿題に A。うん、C 告白されて A。うん。D 聞き取れない時の A。うん、うん、うん。E スピーチの A。うんうん。F マジでの A。うん、G 半切れの A。うん。H パニックの A。うん、どうして今 G だけ A ってカテナつけたの？ごめんごめん。ごめんごめん。はい。はい。じゃあ、すいません。ミアフィス君はじゃあ何だと思う？ね、どっちかで迷ってるんですよ、今。お。それは何と何？言っていい？うん。F と G の F がマジでの A と半切れの A。うんうんうん。で迷ってて。なるほど。ちょっと切れてる感じじゃないかなっていう。うん。イメージ、俺の中では。ロビンソアの今の A は。なので、どっちかな。はい。これ、自分、じゃあ答え、うん、答えっていうか、自分はこれだと思うよっていうのを言っていいです。はい、じゃあ、皆さんから、はい、回答が来ませんので。はい。なんとなんと回答来ません。はい、なんと来ません。はい、かっちゃんさん、こんばんちょい。はい、こんばんちょい。はい、メンシェビリー。はい、メンシェビリー。はい。はい。じゃあ、もう、ミアフィス君言っちゃってください。はい。あなたは何だと思いますか？どうしようかな、うん。F、マジでの A。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー？あは。ファイナルアンサー。チェルーン。何わかりました。はいはいはい。で、はい、ー。あ、違うの？で、で、じゃあ G だ。G の半切れの A。ピンポーン。あ、そうそう、当たってたんだ。いい線いってたんだね。そうそうそう。はいはいはい、はい。でも、なんであなたがいい線いったかっていうと、うん、私の演技力よ。へぇー。棒読みな。へぇー、そうなんだ。はい、私の演技力です。へぇー。じゃあ次の話題。はいはい、行きましょう。はい。行っちゃって行きましょうか。はい、行っちゃって行きましょうか。はい。はい。まあね、今、東京レインボープライド。はい。プライドウィーク。5月の5日まで。はい。ね、やってるってことなんですけどね、うん、東京レインボープライドの、うん、まあ、公式ホームページ、はい、まあ、見てみると、うん、まあ、いろんなこのなんていうのイベントを、まあ、開催するにあたった経緯とか、うん、まあ、そういうのも、ね、分かるし、うん、であと、まあ、グッズとかね、うん、そういうのも販売してたりします、はい、なんか、うんうん、芸能人の方とかがね、こう出演してた、出演っていうんですか、うんうんうん、出てたりもして、オンラインとか、そうそうそう、オンラインで、そうそう、一瞬見たんですけど、そうそうそう、ミラクルヒカルさんがね、俺が見た時は、うんうん、小池都知事さんのモノマネをしてたんですけど、本当すんげえでっかいマスクつけて目元の方の、はいはいはい、バカにして、はいはい、してる感じの、なんて言うんだろうあれね、とかね、まあ、いろいろちょっと面白おかしくやってたりとか、うんうん、っていうのも、まあ、やってましたね、うんうん、うんうんうん、ね、結構好きなのよね、ミラクルさん、私大好きでさ、うん、一番の浅野温子さんの真似もう大好きおかえりなさいっていうのあれはでもちょっと誇張しすぎっていうか、ちょっとね、もうそれちょっとかけ離れてる、かけ離れすぎだろっていう感じ。そこまでしないとモノマネじゃないのよ。あ、そうなの？そうそうそう、オーバーにやらないと。わかんないな。もうご本人からさ、うん、そんなことしたらさ、うん、お叱り受けるよね。受けないのかな？大丈夫じゃない？あ、大丈夫なの？っていう軽いな。まあまあなね、うん、ということで、東京レインボープライドの、はい、公式ホームページぜひ。うん、見てみてください。はい、見てみてください。はい、じゃあここから少し、はい、他にも情報をお伝えします。うんうんうん、北谷町の宮城の方にですね。これではないです。違います。あなたです。はい、はい、すいません。進めてください。あなたはうるま市の宮城でしょ。はい。はい、言うんじゃないよ。あなたは、はい、沖縄市かもしれないしね。はい、石川かもしれないしね。はい。はい、パン屋さんができたんですよ。お、4月30日金曜日にオープンしまして、うん、はい、その名も、はい、小麦の奴隷あっていうお名前でね、はい、実は堀江門こと、堀江貴文さんが発案したパン屋さんで、はい、うんうん、
県外にも店舗はあるんですけど、うん、沖縄ではゆいまるハウスがフランチャイズ経営している運営しているんだそうです。おカレーパングランプリ2020で金賞を受賞した、うん、はい、ザックザク食感が癖になる冷めても美味しいカレーパンが目玉商品。はい、はい、まあ、クルトン、まあ、イメージとしてはなんかこうクルトンがくっついてみたいな感じ、ほいほい、すごい美味しかったですよ、うんうんうん、その他バター多めのもちっと塩パン噛んじゃった渚と私に恋を知ってほうれん草とベーコンのキッシュ、はい、あんたたち二人いいじゃない、クリームパイ、はい、生食パン食パンパン、はい、など、はい、ユニークなキャッチーな名前が多いし、ユニークな、ね、お名前があるんですけど、まあ、ネーミングが気になるあなたはぜひお店へ、はい、お立ち寄りくださいませ、うん、生食パン食パンパン、そうそうそう、おパンパン、はい、はい、宮城の1丁目6-5-1651、はいはい、営業時間9時から夕方5時まで、うん、月曜と第2第4日曜がお休みとなっております。茶谷町宮城っていうとどの辺、大体ですけどどの辺になるんですかね。イメージとしては砂辺に近いところ。あーなるほどね。小麦の奴隷よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいはい、続きまして、グルクンマスクデビュー20周年記念大会、はい、ということで、琉球ドラゴンプロレース所属のグルクンマスクさんの、20周年記念大会が、開催されるということで5月4日火曜日、はい、あさってですね、はいはい、国際通りの真ん中の方にある那覇市文化展物館にて、12時15分開場13時開始ということでツイキャス有料配信になります、うん、これは無料、あ、無観客になるのかな、おそらくね、そうですよ ね、はい、ですよね、うん、2000円 で、はい、そうですね、ツイキャス有料配信ということで2000円で、沖縄が誇るプロレスラーグルクンマスクさんの応援をぜひよろしくお願いいたしますということで、いたしこんにげんさぴんな、ぜひ見てみてください、はい、そして5月の5日水曜日、私ロビンソワが、はいはい、コラボデビューしておりまして、うん、はい、沖縄情報サイトフラビ沖縄にて掲載しております、うん、5月5日、テーマは1ヶ月前のおかまの日、うん、LGBTQ の日について語ってます、うん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 、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、5月後に前回はなんかメンバーこういうのやってますよとかってメンバーの紹介だとかね、うん、そうね、ちょっと自己紹介的な ね、 そうだね、感じだったね、うんうんうん、今回はどんな内容になってるのかね、お楽しみに、ね、はい、はい、じゃあですね次回、はい、第58回、はい、5月の9日、はい、ね、お送りしたいと思います。5月の9日母の日ね、あ、そ、まあ、お母さんにちなんだお話ししていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかお母さんに関するエピソードあればね、あ、そうですね、ぜひぜひ、うんうんうん、ください。はい、お願いします。はい、今日もツイキャス、YouTube もご覧になってて、はい、ライブ、LINE ライブも見てくださった皆様、うん、今日もありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた来週会いましょう。はい、そわそわ、そわそわ。